でしたっけな、あ、俺のさ、あのね、ちょっとフォイユーユーだ、解決編行くか。唯一の幼馴染で少々同じでさ、お疲れ様です。いや、ユータ行こう、行ってらっしゃい。あ、やってるかさ、あ、切り抜き見たわ。俺の切り抜きを見るユーユータの切り抜き、めちゃくちゃおもろかったわ。いや、でもあれは普通に俺が悪いよ。あ、ほんとに。いや、俺結構さ、さ、ゆうたのこと、結構好きなんやから、おもろいけん。おー。けど、なんか、その、俺がゆうかの、ゆうかとか言って、誰やねん。ゆうたのさ、誰やねん。ゆうたのこと好きなんだよねーって言ったら、おもんないやろ。絶対いじっとうぐらいがちょうどいいけん。って思っとったら、あいつめっちゃ悲しそうな顔しとった。かわいい。ゆうたマジで可愛かったな。すげえ悲しそうな顔してたわ。ダサトだろマジで。なんで俺が、お前のこと好きなんよ。なんで俺が落ち込んでるのを見て喜ぶの。多分お前のことはいじった方がおもろい。いや、なんで俺が喜ぶ、俺がゆうたのことチヤホヤするの何も思んないだろ。いや、ちょっと待って、一応なんですけど、多分10個ぐらい年下です。一応なんですけど、井下、一応なんですけど10個ぐらい年下です。10個ぐらい年下。怖い。加藤純一さんが純2なら俺も鈴2だろうが、優2やろうが、そんな変わらんぞ。先輩やぞ。優2やろうがい。純2ちゃんからの、純2ちゃんからの優ゆたです。純2ちゃんからの優ゆたです。はい、直接は言いません。僕ら、すいません、こんだけ絡んどいて、こんだけ切り抜き、こんだけ絡んどいて切り抜きでしか会話してないからね。お互い、お互い全く言葉を交わしてないんだ。俺は怖いから、向こうは多分めんどくさいから、俺は怖いから直接は言えません。はい、切り抜きで会話してる、切り抜き同士が会話してる。もう意味がわからない。そう、フォイツイートしてたの見た。俺思わずいいねしたもん。あの切り抜き面白かった。俺思わずそのツイートにいいねしちゃったからね。ピアニーでいいな。うん、切り抜きで会話するしかできないんだ俺は。俺はだってコミュニケーションにちょっと弊害があるから。お疲れ様で。俺がフォイとお台場デートしたら一体どうなっちゃうんだろう。俺多分二言ぐらいしか喋れないと思う。あ、こんにちは。お台場だね。俺多分この二言でしか会話できないよ。あ、こんにちは。お台場だね。海あるね。お台場だね。お台場って東京都なのかな。お台場って何区なんだろうね。今日寒いな。こんなに空は晴れているのに気温は割と低いですね。俺の限界がこれ。俺の限界がそこ。